小林刑事、小林刑事、小林刑事、1923年11月23日から2010年9月16日は、日本の俳優。群馬県群馬郡出田町、現、高崎市出身。旧制群馬県立前橋中学校卒業。日本大学専門部芸術科中退。サラリーマン喜劇から社会派ドラマまで幅広く活躍し、 その生涯において253本の映画に出演した。父親が警察官という家庭に生まれる。刑事の名は、オリンピックの勝利のシンボルガス警官の元となる月刑事にちなんで命名したという。1934年に、前橋市立桃井小学校を卒業、宇都宮の陸軍幼年学校を受けるが、不合格となり前橋中学校に進学。 芝居や映画はもともと好きであったが、在学中は友人からよく映画などに誘われても、基地と高速を守り、一度も映画館に足を運ばなかったという真面目、人間だった。しかし中学四年の時に父親が病死したため、千葉県市川市に住んでいた叔父を頼って一家が引っ越し、刑事のみ父親の同僚の家に下宿して通学する。前橋中を準卒業という形で出て、 その後は、日本大学専門部芸術科、現在の日本大学芸術学部に進むも学費が払えぬようになり、1941年に中退する。大学時代にアルバイトで、おじの勤めていた朝日新聞社公越部の給事を務め、津村秀夫や飯沢忠などの映画評論家や、映画記者と接するうちに、映画の世界に憧れを持つようになる。平凡なサラリーマンにはなるまいと思い、 相談したおじからは、自分の好きなことをやれと勧められ、また給仕仲間から一緒に役者にならないかと誘われる。日活、東方、小畜の入社試験を受け、唯一学歴を問わなかった日活へ入社、日活演技研究所の研究生となる。太平洋戦争開戦後の1942年に、美少の国の公姻役で、デビュー、さらに、 将軍と参謀と兵など三作品に出演する。翌1943年に日活の制作部門が新興キネマ、大都映画と合併し、新会社第二本映画制作株式会社となり、自動的に専属となる。ここでは、菊池千本桜にて、軍神松尾大役で主演するが、徴兵適齢のため8月に徴兵検査を受け、公主合格。 12月に二等兵として、帝国陸軍へ入営し、中国大陸に出征する。終戦により復員後は1946年の、君かと思い手で、スクリーンへ復帰、折原恵子の恋人を演じ二枚目として売り出す。1951年には急遽出演できなくなった、千秋技術の大役として、その人の名はイエイに主演したことがきっかけで、二枚目でも三枚目でも、 内独自の演技が周囲に認められ始め、次第に頭角を表す。その後同年に、東方のサラリーマンもの、ホープさんで主役を務め、その明朗を快活さで注目され、翌1952年に、藤本雅美の誘いで東方と契約。源氏啓太原作の三島重役から、引き続き森重久也が主役を演ずる、社長シリーズ。 1956年から1971年のすべてに出演。真面目で堅くな,なな秘書役など、平凡で健全な一般庶民を演じて人気を得た。1955年に今井忠監督のここに泉ありで毎日映画コンクール助演団優勝を受賞。さらに1958年には出演100本記念映画として制作された裸の大賞で実在の画家。 山下清を演じ、同映画コンクール主演男優賞を受賞した。知恵遅れをバカにした映画だと一部からは非難されたが、劇中でのどもりながらのセリフ、兵隊の位にすると、は、流行語になった。1960年に、黒い画集あるサラリーマンの証言、1961年には、松山善造の監督デビュー作、名もなく貧しく、美しくに主演し、喜劇のみならず、 シリアスなドラマでも活躍。特に、黒い画集あるサラリーマンの証言では、キネマ巡報団優勝、ブルーリボン大衆賞、毎日映画コンクール主演団優勝と、各映画賞を総なめにした。1963年には、岡本喜八監督、山口ひとみ原作の、エブリ・ミツル氏の優雅な生活で、戦中派の中年サラリーマンを演じ、毎日映画コンクール主演団優勝。 日本映画記者会賞最優秀男優賞を受賞する。裸の大賞や黒い画集あるサラリーマンの証言などで小林と長く接してきた堀川郡司監督に極めて平凡な人間の姿から非凡な演技がほとばしり出るかけがえのない俳優と評される。しかし映画界が衰退の一途をたどり始めた1964年頃からは小林に向く企画が減り始め、 植木等の無責任男や香山やまの若大将の対等もあって、次第に小林の演じる庶民像は時代とのズレが目立ち、批評家からは戦前の古いモラルの殻から抜けきれず、戦後の時代になってもそれを背負って生きている。良くも悪くも戦中派の代表格と評されるようになる。この頃からテレビの出演が増え始め、その明るいキャラクターから1966年には、 TBS のおはよう日本の司会者にされるも視聴率が上がらず降板する。だが、1973年小松左京原作のベストセラー小説を映画化した日本沈没での日本の危機を示唆する田所博士役を演じ、特にテレビ出演のシーンでの鬼神に迫る演技で撮影スタッフを驚かせた翌1974年から放送されたテレビドラマ版。 日本沈没でも引き続き同役を演じた。1975年から始まった江戸の旋風から1981年まで放送された江戸の朝焼けまでの江戸シリーズに5年以上連続で出演。1984年のスペシャル版にも出演した。小林はこのシリーズについて、水戸黄門が終わるとすぐ次に大岡越前に出演するようなものであった。 と改装した。1984年には9年ぶりに復活したゴジラで内閣総理大臣役を演じた。代表作である無刑事官事件ファイルシリーズでは1983年10月の第1話から2007年6月の最新話、撮影は2005年8月まで主役を務めたが、NHK の金曜時代劇山田風太郎から 栗事件庁市長増氏より出演期間中の2001年に緊急入院するなど健康状態が危ぶまれた。晩年は、ツーカーの、ツーカー S の CM に出演していた。アニメーション作品では、ウォルトディズニーのワンワン物語で、主人公、トランプ、スタジオジブリ制作の映画、耳をすませばでは、地球屋の主人、西志郎、主人公の恋人の祖父を応じた。 2010年3月、小野康氏の50周年記念パーティーで祝辞を述べたのが、公の場での最後の姿となった。同年7月に、軽症肺炎で、東京都内の病院に入院して、以後は療養生活を送っていたが、同年9月16日午後4時25分、東京都港区の病院で心不全のため死去。遺作は2009年公開の、 星の国から孫二人延長先生役であった。また、2010年8月14日に t b s 系で放送された帰国に出演する予定もあったが、スケジュールの都合で交板していた。2010年10月24日に東京会館にて小林のお別れ会が開かれ、発起人には森光子、淡島千景、石井福子、八千草香る、中台達也、 草笛公子、塚陽洋子、津川雅彦、大林信彦、北大路金谷、古谷一行、中井貴一、牧坪達子、吉川和義、小谷嗣信等がなった。三列下、八八草八川などが小林の思い出話をした。他に三浦智一、浜見恵、黒沢敏夫、大し三木子、片瀬里野、紺野美佐里、各地下子、千井竹夫、黒田福美。 薬丸広秀が参列している。特に、中井貴一が小林に、赤別の思いを語っている。おいの斎藤明彦は、NHK、ステージ101にヤング101のメンバーとして出演し、音楽活動を続けていた。太字の題名は、キネマ旬報ベスト10にランクインした作品。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。